あのさ、宅配便のサイズって、縦、横、高さの合計で測るんだね。そうだな。ってことは、もしかすると、大きいサイズの箱が、小さいサイズの箱に、入っちゃった、ってことがあるかも。確かに、縦足す横足す高さが80センチの箱に、同じく81センチの箱が入らないかどうかは、明らかでないな。もし入るなら、入れてから出せば節約できるね。ひどいライフハックだな。まあ、サイズの偽装に使える箱のペアがあるならの話だが。ないの？実際に入るパターンを作ってみろ。作れって言われるとできる気はしないよ。じゃあ、作れないことを証明しろ。直方体が別の直方体に含まれているとする。内側の方が外側より縦足す横足す高さが大きいことはあるのって話だね。さて、突然だが、これらの直方体を膨らませてみる。は？とりあえず聞いてくれ。まあいいよ。まず、膨らませるというのは、正の実数 R を選び、直方体から距離 R 以下の点すべてからなる立体を作ること。これはできた立体を真上から見た図だぜ。全方向に R だけ膨らませたってとこかな。まあそうだな。外側の膨らませた箱に隠れて見えないが、内側の箱も膨らませた。これが膨らんだ外側の箱に含まれるのはいいか？内側の直方体から距離 R 以下の点は、外側の直方体からも距離 R 以下だから、そうだね。というわけで、内側の膨らんだ箱の体積を VR、外側の膨らんだ箱の体積を WR と書くと、VR は WR 以下だな。まあ含まれてる方が体積が大きいわけはないね。じゃあ、これらの体積を計算しよう。と言っても片方やればもう片方は同じだけどな。曲がった立体の体積か。これは相当簡単だぜ。そうなの？こんな風に上下左右前後にみじん切りにすると、かなり単純。これは球のかけら？そうだな。球を8等分したやつ。が8個あるから、全部で1個分だね。というわけでこの部分の体積の合計は3分の 4πr3 乗。次は、これかな。円柱を4等分したやつ。この長さのは4本かな。膨らませた直方体の縦、横、高さを A、B、C としておくと、高さ A、B、C の円柱のかけらが4つずつだな。確かに。というわけでこの部分の体積の合計は A たす B たす C かける πr2 乗。これで曲がった部分は終わりだな。あとは、B かける C かける R の直方体が2つ。C かける A かける R の直方体が2つ。A かける B かける R の直方体が2つ。と元の A かける B かける C の直方体で終わり。ふぅ、なんとかなったね。外側の膨らんだ直方体の体積も同様だぜ。というわけで、結論が得られた。え？内側は外側に含まれているから。内側の体積は外側の体積以下だったな。R3 乗のとこは一緒だね。で、R2 乗のとこが。もし A たす B たす C が D たす A たす F より大きかったら、R を大きくするとそのうち体積が逆転しちゃうね。というわけで A たす B たす C は必ず D たす A たす F 以下だぜ。箱に箱を入れたらサイズが減るってことは絶対ないのか。つまんないの。よかったらチャンネル登録してほしいぜ。ご視聴ありがとうございました。